はいどうも、タタタです。今日はハッピーホームパラダイスを使って最速で新家具、新衣装、DIY レシピを集める方法をご紹介します。その他にもハッピーホームパラダイスに関する攻略法や有益な情報を多数紹介しますので、ぜひ最後までお見逃しなくご視聴ください。噂では1000個以上あると言われている新家具なんですけど、たぬき商店にも日替わりで何個か並んでいることがあるんですが、こちらコツコツ集めようと思うとなかなか大変です。ただハッピーホームパラダイスの攻略を進めていくと新家具を簡単に入手できるようになります。またたぬきショッピングのスペシャル商品でごく稀に日替わりで並ぶレアスペシャル家具、お城や鳥居、車などの巨大家具もたくさん種類があり、こちらも非常に入手が困難となっています。ただこちらの家具もハッピーホームパラダイスを攻略をしていくと入手できるようになります。またこちら新情報なんですけど、ハッピーホームパラダイス内で新しい DIY レシピと新衣装の集め方も判明しましたので、そちらも解説していきます。なので毎日ねコツコツ集まりでハードなルーティンをこなしていかなくても、ハッピーホームパラダイスの攻略に集中した方が結果的には新しいアイテムなどを早く入手できるようになります。はい、効率よくハピパラを進める方法なんですけど、別荘の売り込みが30回を達成するとエンディングがあり、またエンディング後も100回くらいまでねイベントがあったりします。攻略しないといけない回数がとても多く、また内装とお庭のレイアウトをね初めから真剣に作り込むと1軒2、3時間ぐらいかかってしまうんですが、実は初めの固定家具3つを段ボールから解放してお仕事を完了させても給料をね同じ額もらうことができます。なので6回目以降から施設が作れるようになったり、10回、20回、30回と節目に大きなイベントがあるんですが、それ以外はね手抜きの工事でまず仕事を進めて、後から2個の船で別荘に行って作り直しをするようにすると効率よく前に進めることができます。ただねすごく細かい演出が一つ一つにあったりとかしてとても楽しいので、ハッピーホームパラダイスの操作の仕方をじっくり覚えながらプレイするのもおすすめです。はい、次にハピパラの家具はいくら購入すると注文できるようになるかということなんですけど、こちらは15万歩気分を買うとお仕事で登場した家具がナッティから注文できるようになるそうです。こちらたぬきショッピングのカタログと同じで、上のタブからカテゴリー別に分かれており、たくみライフのノベルティも購入することが可能となっています。これは事務所の2階にあるハンモックですよね。これもね購入できるんですね。そしてハピパラのカタログから注文した家具は自分の島でも購入できるようになります。なのでお給料稼いでポキ家具をどんどん買ってこの機能を開放することをおすすめします。はい、次に高額な家具を大量にポキで購入するのは大変なんですけど、別荘の売り込み24回目以降は1日経過で ATM が開放されるようになります。そうするとベルとポキを相互に両替できるようになります。ベルからポキの両替は1日3万ポキまでになります。またポキの預かり入れ引き出しもできます。こちらレートがあるんですが、リアルな株的要素でお金稼ぎができるのかなとも思ったんですけど、レートは一応ね変動するんですがあまり得な感じではなさそうらしいので、よほどねベルが余っている人じゃないとおすすめできないんじゃないかなということでした。なのでまずはたくさんポキを使って家具を注文できるようにしてから、最後に ATM を開放してベルで購入するのがおすすめだと思います。はい、次は新しい DIY レシピの集め方です。ハピパラの海に1日1個レシピが落ちていて、だいたい 50% ぐらいの確率で新しい DIY のレシピを入手することができるそうです。また施設のレストランの料理長に話しかけると料理のレシピをもらえるそうなので、料理関係のレシピも集めやすくなるそうです。レストランの開放は別荘の売り込み12回目以降に提案されます。はい、次にハッピーホームパラダイスで新衣装を入手することもできます。
別荘の売り込み30回目終了後、アパレルショップの施設を立ち上げることができます。施設のアパレルショップをオープンさせると、店内にマネキンを6個まで設置することができて、毎日入れ替わりでこちらね、商品が展示されていて、さらに購入することができます。ここに見たことがない新商品が並んでいたということなので、新衣装集めもね、すごくしやすくなります。はい、その他よくある質問と有益な情報をまとめましたので紹介します。別荘の位置は後で変更することができるので、間違えて置いてしまっても大丈夫です。はい、また同じロケーションの場所に複数重ねて別荘を作ることができます。なので後の別荘のことを考えずにロケーションを選んでも大丈夫です。あとは仕事中に途中で辞めても大丈夫なのかっていう質問があったんですけども、途中で辞めても2個の船で別荘に行ったら続きからプレイすることができます。はい、次は何回したらアミーボで好きな住民を別荘に呼べるのかっていうことなんですけど、6回別荘を建てると次に学校を建てることができます。その後に工事を始めるとアミーボの機能が開放します。はい、次は島の住民を別荘に呼ぶ方法です。お土産のチョコレートをポキで購入して住民に渡すと別荘に招待することができます。そしてそのハッピーホームパラダイスで本島の住民を別荘を作った後に、本島からその住民がお引越ししたら別荘からもいなくなるのかっていうことなんですけれども、こちらは別荘からはいなくならないんですが、島での記憶がなくなってしまうそうです。はい、次はタヌポートのマイル交換で400マイルで入手することができる徹底ライフサポートサービスなんですが、こちらハッピーホームパラダイスの情報も教えてくれるので交換しておくことをおすすめします。はい、最後は充実の福利構成です。複数の制服の中から仕事着を選べるようになっていて、テーブルの上にはね、いつも日替わりでいろんな食べ物やお菓子、雑誌などがね、並んでいます。そしてね、疲れた時はゆっくりこのベッドで休むこともできます。はい、ということで皆さん、私と一緒に匠ライフで働きましょうっていうね、冗談はさておき、あつ森の日常のルーティンも多すぎるし、ハピパラも進めないといけなくて、もうね、忙しくてどうしたらいいのかわからないと思っていた方はね、ひとまずハッピーホームパラダイスに集中してプレイしても、後々アイテムをね、たくさん集めることができたり、あとはやり直したりね、することもできるので、安心してプレイしていってください。そして余裕のある時にあつ森でもアイテム集めを並行していったら、さらにアイテム数が多く集まると思います。はい、実は私もまだ全然進んでいないんですが、ハピパラはロールプレイング要素もあり、あと家具の数が多かったりとか、新しい機能がめちゃくちゃ増えて、レイアウトの幅がとても広がりました。なので本当ならね、初見でじっくり時間をかけてプレイをしたかったんですが、ゲーム内でやらないといけないことがあまりにも多すぎて、時間がね、足りなさすぎたので、今回はね、最速でプレイする方法を調べてご紹介しました。はい、今回の動画ね、すごい内容のものばかりなんですけれども、さすがにね、一人で情報収集をするのはできなかったので、お二人のね、とても素敵なあつ森プレイヤーさんにね、情報収集を手伝っていただき、操作画面などの画像もね、提供していただきました。本当にね、非常に親切にご協力いただいてありがとうございました。まず一人目はハッピーホームパラダイスを33件以上攻略された大先輩、ヘアクリ職人のナカティさんです。こんな風にかっこいいヘアレイアウトやネタ系の面白いツイートをたくさんされていますので、ぜひチェックしてみてください。今後ハピパラのね、レイアウトの参考になるツイートもされていくんじゃないかなと思います。はい、次はね、ドーナツ島の代表のミーさんです。ミーさんがね、こんな動画が今あればいいんじゃないですかってね、教えてくださって、今回この動画を作りました。はい、とても可愛いね、島クリエイトと素敵なマイデザや、あとね、可愛い住民さんのイラストなんかもね、描かれているので、ぜひツイッターの方もチェックしてみてください。ミーさんが今着ているクリスマスのワンピースも自作のマイデザです。こちらもね、クリスマスにぴったりの可愛いマイデザインですね。はい、ということでね、情報を提供してくださったナカティさんとミーさん、誠にありがとうございました。
はい、私もねまだ全然ハッピーホームパラダイスのことは分かってないんですけれども、ぜひ他にもねハッピーホームパラダイスこんなことができますとかねあればコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録評価ボタンよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。